バシーリー・グリゴリエヴィチ・ペロフは、ロシアの画家。バシーリーは、ワシーリー。ペロフは、ペロオフとも表記される。ロシア帝国のトボリスクで誕生した。父親は検察官。彼は1846年にアルザマスにある、アレクサンダルストーピン美術学校に通う。この頃、腕前の良さによって、ニックネームとして、筆にあやかった、ペロフの名を受けた。 1853年に、名門モスクワ絵画彫刻建築学校に入学、主にセルゲイ・ザルヤイコの下で学ぶ、1861年に修了した。1856年、帝国美術アカデミーで発表したスケッチで、商銀勲章を受賞した。1861年に絵画、村の説教で、大金勲章を受賞、海外旅行の給費金を受け取った。 1862年にエレーナと結婚した。同年に西欧諸国へと旅立ち、ドイツのベルリン、ドレスデン、デュッセルドルフといった数々の都市を訪問。その後、フランスのパリに向かった。この旅行中、彼はヨーロッパの街の生活場面等をたくさん描いた。1864年の秋にモスクワに戻り、妻のおじの家に住んだ。 1866年、アカデミー会員の称号を受け、1871年にモスクワ美術学校の教授になった。同時期に移動派へ参加。1882年、結核によって亡くなり、亡きはモスクワにあるドンスコイ墓地に埋葬された。ありがとうございます。